昨日から引き続きで、はい、まあ、あの北とは、ね、どういうものだと、2種類ある、磁石の北と、うん、まあ、あの真実の北と、2つあるよって話をしました、はい、やっぱり日が入る家がいいんだよとかね、うん、あのそういう考え方で出来上がった。ああ、なるほどね。普段その方位磁石で僕らそれを使えば北って分かるじゃないですか、磁北、はい、じゃあ新北をそう僕らが知ることはないんですか。いや実はね新北の方が簡単なの、うん、あのね、今世間に出回ってる地図、うん、あれほとんど国土地理院が監修して出してるんだけど、うん、確か昭和39年か7年ぐらいから以降、うん、取り決めで地図の北は全部新北にするって統一したんですよ、うん、だから地図に書いてある北は全部新北です、うん、であれは磁石の北とは違います。そしたらね、あと昨日先生が言ってたその不動産屋に行ったそのね、新北、うん、ノース、なんでしたっけ、うんうん、ノースとかね、はい、2つに分けてるじゃないですか。あれは何の意味があるんですか。いや、やっぱりなんだっけ、トゥルーノースってあの日が入る日照に関わってくる問題なんですよ。で磁石の北に関しては、ね、実は多分そんなに建築的には意味はないと思いますね。だけどちゃんと正確にどっちの北かっていうのをちゃんと表している。表していると。で、やっぱりその施主さんというか依頼をね、あの図面引いてくれって依頼する依頼主が、うん、まあ、いるじゃない、お客さんがね、はい。で、お客さんって結構気にする人がいるんですよ。なるほどね。だからそういう人向けに多分 MN は書いてあるんじゃないかなというふうに思いますけれども。ああ、確かに気にしている人いそう。だから僕らがその図面をね、書いてくれって言わあのそういう仕事もあるんですよ、うん、家を建てようと思うんだけど仮想的に図面を作ってくれみたいな話がある。なるほどね、うん、そうするとほぼあの設計さんとのね、うん、戦いです。我々が占いの養成所をこういう風にしてくれっていうのをこう、ね、うん、依頼者に渡すと、うん、その人が設計士さんを持っていくわけですよ、うん、と設計士さんとしては、うん、設計上何の意味もないこれは何なんだって話になるわけで、うん、直されちゃうんですよ。でまたこっち戻ってきていやここは譲れないとかそういう話になってますね。もうせめぎ合いです。なるほどね。向こうにしてみたらねこんなの無理に決まってるだろうというこんな形とかってもありそうだもんね。構造上とかね、うん、そういうのがあって、だから今ね設計会社の面白いところは、うん、自分のところにもう占い師を持っちゃってるところが結構あるんですよ。差別化を図るためにもうその顧問風水師みたいなのがいて2人でも協力してちゃんと設計しますよっていうのが売りになってるところもあります。うん、気にする人は気にしそうですもんね、方角とか。まあ差別化のやっぱりうまい方法ですよ、ね、いやそれは、うん、ちょっと面白いですね。まあということであの北に2つあって、うん、でどっちが間違ってるという話ではなくて、うん、用途によって使い分けるんだよと。なるほど、まあ、そういうお話でございます。この話は面白かった、うん、はい、はい、ということでまた明日も見てください。この話も